100%沖縄県産シナモンパウダーでシナモントーストを作りました。パンを焼き、バターを塗ります。黒糖あるいはきび砂糖を振ります。今回はきび砂糖、沖縄の砂糖を使いました。シナモンリーフパウダーを振ります。はい、出来上がり。シナモンパウダーがとても柔らかなのでかけすぎかなと思うくらい振っても OK でした。緑色なのは通常の樹皮のパウダーではなく、ハローパウダーだからです。